千葉サイクルールながら運転はやめよう編。今回は自転車のながら運転について話します。危ないよ。これからながら運転についていくつか紹介します。待ちなさい。ヘッドホンで音楽を聴きながら運転するのは危ないよ。音楽聴いてて全然気づきませんでしたよ。安全運転に必要な音が聞こえにくくなるので、音楽を聴きながらの運転は危険なんですよ。わかりました。気をつけます。次は傘差し運転です。傘差し運転は片手運転になり、バランスを崩しやすく、ブレーキもかけにくいです。また傘を前に出して走ると前が見えにくくなり、とても危険です。このように見えます。雨の日はレインコートを着て自転車を運転しましょう。話をしながら運転をすること、画面を見て運転することは運転に集中できず、とても危険です。ながら運転をすると歩行者などに気づかず、自分も相手も大きな怪我をしてしまいます。自転車を運転するときは両手でハンドルをしっかり握り、よそ見はしない。周りの音を聞いて運転に集中しよう。ながら運転は交通違反だから絶対に。次回予告、千葉サイクルール、交差点では安全確認を使用編だよ。千葉県警察のヒーロー紹介。今回は職務質問のスペシャリスト、自動車警ら隊だよ。みんなもヒーローになろう。